こんにちは、チャンネルのアシスタントの日向です。こんにちは、小春です。今回はユニクロのプラス小さい入荷情報を紹介していきたいと思います。行きましょう。全部で4件です。それでは1点ずつ見ていきましょう。今回はランキング形式で紹介していきたいと思います。まず第4位はスーピマコットンプリントティー半袖、お値段は1990円。毛羽立ちが少なく、滑らかでクリーンな風合いを持つスーピマコットン 100% の特殊紡績糸を使用。チル、サンダーシュがセレクトした遊び心のあるデザインをプリント。うん。第3位は、オーバーサイズフーデとロングコート、14,900円。ツヤのあるポリエステルの高密度素材、撥水加工、機能的で軽量なスプリングコート、トレンドのオーバーサイズシルエット、機能的なポケットをプラス、フードは取り外しが可能。うん。第2位が、オーバーサイズマウンテンパーカ、お値段は12,900円。適度な光沢と張り感のポリエステル素材、撥水加工、機能的で軽量なマウンテンパーカ、トレンドのオーバーサイズシルエット。ああ、在庫はかなり少ないです。そして第1位は、ドライスネットシャツ、長袖、3,990円。表はコットン 100%、裏はコットンライクのポリエステル 100% 糸でドライ機能をプラス、程よい張りと膨らみ感があり、綺麗なシルエットが表現できる素材、トレンドのリラックスシルエットに達人らしいデザイン。お？以上、今回はユニクロの4月12日の再入荷情報をご紹介してきました。このチャンネルではファッションに関するお得な情報や、普段のコーディネートの参考になる動画を随時配信していきます。この動画を見てよかった、役に立った、と思っていただけたらとても嬉しいです。チャンネル登録もよかったらお願いします。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、チャンネルのアシスタントの日向でした。また見てくださいね。この動画は、ユニクロコーデ、GU、自由コーデ、プチプラコーデ、コーデ紹介、大人カジュアル、綺麗め、低身長、高身長、ハウツー、レビュー、をテーマにお届けしました。